セスアドハム・カリーは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州シャーロット出身の、プロバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィアセブンティ・シクサーズに所属している。父は元 NBA 選手のデルカリー。ゴールデンステート・ウォリアーズに所属し、二度のシーズン MVP に輝いた、ステフィン・カリーは実刑である。また、シクサーズのヘッドコーチを務めている、ドックリバースは義父に当たる。 兄のステフィンが通っていたシャーロットのシャーロット・クリスティアン高校を卒業したセスカリーはバージニア州のリバティ大学に進学するもより高いレベルでのプレーを目指すために2009年に地元のデューク大学に転校最終学年の2012から13シーズンは平均得点17.7点を記録するも2013年の NBA ドラフトでは どのチームからも指名を受けることができず、秋のシーズンキャンプにステフィンが所属するゴールデンステートウォリアーズのキャンプに参加するも、開幕前に解雇され、サンタクルーズウォリアーズに送られることに。シーズン途中にメンフィスグリズリーズやクリーブランドキャバリアーズから10日間契約を結ぶなどして、念願の NBA デビューを果たすも、数試合出場しただけで解雇されてしまう。 2014から15シーズンの開幕前も、オーランドマジックのキャンプに参加するも解雇され、エリーベイホークスでプレーするなど、NBA のスーパースターへと駆け上がるステフィンを横目に、セスは苦しいプロ生活を送っていた。そんなセスに転機が訪れたのは、2015年の NBA サマーリーグ。ニューオーリンズペリカンズの一員として参加したセスは、ラスベガスで開催されたリーグで、 平均24.4得点を記録し、得点王に輝くなど、一躍注目株になる。ペリカンズを、はじめ多くのチームが獲得に乗り出す中、セスは7月22日にサクラメントキングスが提示した2年200万ドルの契約に合意。シーズン終盤から出場機会が増え、2016年4月9日のオクラホマシティサンダー戦では、 自己最多の6本の3ポイントシュートを含む20得点を記録し、スリープトレインはアリーナでの最終試合の勝利に貢献した。7月3日、キングスはカリーに対するクオリファイングオファー取り下げ、完全 FA にしたことを発表。2016年7月4日、ダラスマーベリックスと2年600万で契約した。2017年1月29日の サンアントニオスパーズ戦では、自己最高の24得点10リバウンドを記録し、敵地 AT&T センターでの6年振りの勝利に貢献した。最終的に70試合に出場、MPG29.0、FG%、481、3P% 48、425、PPG12.8 の成績を残した。二千十七年十月七日、 左蛍骨にストレス反応が見られ、無期限欠場となった。2018年2月6日、左飛骨の手術が必要と診断され、シーズン前休が発表された。2018年7月6日、ポートランドトレイルブレイザーズと2年契約を結んだ。2018から19シーズンは、地震初のプレイオフに出場し、カンファレンスファイナルでは、ゴールデンステートウォリアーズの兄、 ステフィンと史上初となる兄弟対決となったが0勝4敗のスイープで敗れた。古巣であるダラスマーベリックスと4年3200万ドルの契約に合意した。ありがとうございます。